交渉人は1998年に制作されたアメリカ映画ワーナーブラザース作品である。殺人及び横領の罪を着せられた人質交渉人が無実を訴えるべく人質犯として立てこもり自ら指名したもう一人の人質交渉人との間で交わされる蝶々発祀の駆け引きそして真実が徐々に明らかになっていく様子を大掛かりなアクションシーンを交え サスペンスタッチで描いている。シカゴ警察東文書の刑事、ダニー・ローマンは凄腕の交渉人。ある晩、彼は相棒の姉さんードニックから、署内の人間が警察年金基金を横領している事実を聞かされる。その中には、内務調査局長のテレンス・ニーバウムの名前もあった。別れた直後、姉さんは殺害され、後日、 ダニーの自宅から横領に関わる証拠が発見され、姉さん殺害と横領の罪で逮捕されてしまう。自分を罠にかけた人間が、ニーバウムと察したダニーは、司法取引の追日の猶予を使い、身の潔白を証明するため、内務調査局へ向かい、彼を人質に籠城を開始する。そして交渉人として、西文書随一のクリス・セ備ビアンを指名する。 現場へと到着したクリスは手の内を読まれ、手出しのできない東文書の人間に代わり、先陣を切ってダニーとの交渉にあたる。一進一退の攻防の中でダニーは、汚職の全貌をつかみかけるが、用のニーバウムを殺害されてしまう。一方、クリスもまた、ダニーの言動や、自身の意向を無視して、強行手段に出る東文書の姿勢から、彼の無実を確信し始める。 そんな中、汚職に関する決定的な証拠をつかんだダニーは、クリスの助力を経て、好意網を突破し、ニーバウムの自宅へと向かう。そこに現れたのは、ありがとうございます。